はーい、皆さんこんにちは、のっぺです。対抗立戦やってみましょう。さあ、日の本の一の強者、沢田幸村の天下取りがスタートしました。前回はイベントを進めたり装備を揃えたりしたというところでございまして、さあ今回から本格的にこの天下統一事業頑張っていきます。よーし、やっていきまーす。でこちら、沢田様、上杉海賀様が謀反しようとしているとの噂が流れております。なんと上杉殿が徳川家様が真偽を正す使者を送ったそうでございます。ただの噂であればよいが、いやーどうなんだろうな、穏やかじゃないね。じゃあとりあえず薬飲んで、はいはいはい。でお城の方に行って父上に、はい、会いましょう。はい、表情でございます。行きましょう。で、主名は、はい、あっぱれです。ナイス、いいですね。はい、決定。で、岩見銀いただきました。ありがとう。で、次は内政を行いたいんだ。いやー、これは軍備でしょう。父上、何を言ってるんだ。父上、僭越では ございますが、意見がございます。内政よりも軍備した方がいいと思うよ、父上。ふう、軍備か。うまかった。オッケー、よし、今回は軍備を行うこととする。よし、めっちゃ勲功稼いでる。じゃあもう一回増築やるか。はい、行きましょう。はい、増築を実行しますか。はい、行くぞ。さあテトリスいきます。はい、でこうして、まずはでこうして、で、あー、もう簡単ですね。うん、いやすごい、これもう簡単と言ってしまう私が恐ろしい。まあ言うて今間違えたけどね。うん、まあそれはせんなきこと。でこうしてのこうやん。オッケー、上出来、素晴らしい。で、昇降人脈使って、上田城の規模が2に上がりました。あーれ、うわ、画像が終わった。素晴らしい。うまくいったな、父上に報告せねば。これは父上大喜びでしょう。おー、雪村か、指名を忘れてきたようじゃな。上田城の拠点規模に上げてまいりました。素晴らしい敵ではないか。で、勲功は200上がった。 OK。 で、能力を取りました。内政系の称号ですね。素晴らしい。政務がプラス3されます。で、今度は諏訪の町に来まして、あー、家計十三さん、はい、こんにちは。あ、なんか知り合いかな。おや、どこでそれがしの名前を耳にしましたかな。ふふ、浪人の身ではあっても、耳目はいつもそば立てておりますゆえ。さようでござるか。今、鉄砲の手入れのため手が離せません。またいずれゆっくりお話をしたく思いまする。なんかいつもと違うな。他には、この人はまあ普通なのかな。あ、雪村殿にございますか。名前は存じております。こちらは弟の三好伊蔵にござる。三好伊佐か。以後お見知りおき。ああ、この人なんか知ってるよ私。で、さて、せっかくこうして集まったことでもあるし、一緒に酒を飲むのはいかがでござるか。ああ、いいですね。おお、それはよい。早速支度じゃ。これお前が一人合点してどうする。雪村殿にお尋ねしておるのじゃ。いや、ぜひご一緒いたそう。ほら、思った通り話を分かる方じゃないか。だからお前は減らず口が多いというとるに。どういう兄弟。いやー、愉快愉快。すっかりお邪魔してしまいましたな。いや、なんの、我ら二人こうして家で飲むか酒場で飲むかの毎日でござるか。ダメ人間だね。お二方ともなかなかの豪の者と見ましたが、どこかに仕官する気はないのでござるか。しかんでござるか。この乱れた世の中で皆自分のことばかり考えているありさま。我ら二人一足こうして世を離れて酒でも飲んでおるのが似合いにござる。あー、でも三好のものだもんね。こりゃつまらぬことを申しましたな。忘れてくだされ。ははは。また機会があれば飲みましょうぞ。あー、でもこの人なんか知ってんな。おお、真田殿、我が家にようこそ。勧誘とかした方がいいかな。この者の配下に加えると、うん、わしの治療には余裕がある。勧誘しても問題ないな。まあ、良さそうですね。行きましょう。清海殿、今日は降りて話があります。清海さんか。なんでございます？単刀直入に申し上げる。清海殿、ぜひとも我が陣営にお越し願いたい。なんでございます？浪人であるこの拙者を様だと、本気でございますか？さよう、まさに百人力。さあ、どうでしょう？あ、申し訳ございませんが、拙者は武士になるつもりはございません。いやいやいや、お前もともと武士やろ。何言ってんだ。あー、
難しいな。じゃあ今度は望月六郎さん、どちら様でございますか。お初にお目にかかる真田幸村と申す。 お名前耳にしたことがありますよ。 あなたもゴリゴリなんかね、さっきからゴリゴリ聞こえてるんだよ。なんだろう。おや、薬の調合をしているのでございますか。いえ、これは薬ではありません。火薬の類にござる。なるほど、今お忙しい様子、これにて失礼いたす。失礼しちゃうもん。待て待て、六郎、おや、真田だぞ。じゃあ茶席やって、この人たちは勧誘した方がいいのかな。あ、一戦交えたい。ああ、いいですよ、やってやろうじゃん。よーし、行くぞ。私は強いよ。さあ行くぞ。さあ、ただいま5連勝中です。さあ行くぜ。はい。で、どうせ鉄砲撃ってくんだろう。ああ、痛い痛い痛い。ああ、でも大したことないよ。じゃあ一思いについてやるわ。さあ、いけ。あ、でもあんま食らってねえな。待って、じゃあ念花だな。はい。さあそこだ、念花。さあ行け。これでお前は動けまい。さあさあ、どうしてくれよ。ほら、なんとかしてみ。ほら、あ、かわしやがったこの野郎さあ、で次はおそらく距離取るんじゃないかな。じゃあこいこう。うわー、違う。こうかな。お、いいんじゃない。いけ、来て。オッケー、よーし。槍もなかなか面白いですね。さあ、これで主人公札もらえるのでは。ああ、もらえましたね、ナイス。あ、で同名のよしみ、同じ六郎の名を持つ海の六郎も主人公として選べるようになりました。はあ。で、調べてみるとですね、この真田幸村プレイの場合は、この真田重雄氏の、あの方と話すと、なんかね、会話イベントがあるらしくて、この3人が、まあ、真田重雄氏のうちの3人らしくて、だからね、会話がちょっと違うんですよ。となると、じゃあ、真田重雄氏も集めてみましょうか。で、次はね、この小物の町にもね、いるらしいですね。じゃあ、行きましょう。で、この方、あ、王の春草さん。あー、マジか。いやー、この人カードねえのか。まあいいや。で、ここには、じゃあ、海の六郎さん、はい。おや、どちら様でございますか。運の六郎さんか。お初にお目にかかる、真田幸村と申します。ほう、幸村殿にございますか。一度ぜひお会いしたいと思っていました。この方もね、さっき主人公札くれたんやけど、この方も真田重雄氏らしいですね。なんでもう信玄公より真田家に受け継がれた文学に通じておられるとか。いや、それがしの文学などまだまだでござる。私もこうして表書などを紐解いて文学を学んでおります。いずれゆっくりお話ししたく思います。では失礼いたす。ほー。あー、でさっき話した三好伊佐ですね。おお、真田殿、我が家にようこそ。で、どういったご用件でございますか。じゃあ茶席やってみましょうか。はい。さあ、どうでしょう。あー、まあ喜んでくれた。何なんだと。で、島津忠直はいない。海の六郎さん、じゃあとりあえず一回茶席やってみましょうか。はい。さあ、で、お茶は喜んでくれた。で、三好伊佐さんな、この方ね、前松永久秀プレイの時にね、なんかちょっと関わりがあったようなな、なかったような。じゃあまあこの方には、じゃあ一般和書でもあげるか。はい。で、それなりに喜んでくれた。はいはいはい。で、次はですね、甲府の町にも真田重雄氏いるらしい。じゃあ行ってみましょうか。はーい、行くぞー。で、まずは甲府の町に入りまして、で、民家、この穴山小助さんがそうらしい。おや、どちら様でございますか。なんちゅうかめっちゃ綺麗な歯。お初にお目にかかる真田幸村と申す。ほう、幸村殿にございますか。名前は存じ上げております。なんと、それがしの名前をご存知でござるか。有名人なのかな。甲町の娘たちが噂しておりまする、真田様の次男殿は役者のような男前だと。また拉致もない。役者といえばこちらから、あ、これから芝居を見に行こうと思っていたところにござる。さようでござるか。ではこれにて失礼いたそう。あ、一緒に行けばいいのに。
うーん、じゃあもう一回ちょっと待ってて、じゃあ茶席で、これで有効度も上げておきましょう。あ、でとても喜んでくれた。で、来ました真田様、一大事にございます。徳川家康様が上杉開発様に送った使者が戻って参ったのでございますが、家康の送った使者は、影勝の家老直江兼続の返書を携えていた。その書状には豊臣秀吉死後に家康が行った越権行為の数々が皮肉たっぷりに列挙されていた。これを読んだ家康は、この年までこれほど無礼な書状は見たことがないと思いますし、すごいね。上杉開発の半身、動かし方師として上杉討伐に乗り出したのであるということでございます。この書状が関ヶ原合戦の引き金となったとの良い名高い直江城である。また戦が始まるというのか、太平の世はいつになったら訪れるのであろうか、全くですね。で、申し上げます、はい、上杉討伐のため真田家からも兵を出されたいと徳川家康様より要請がありました。なにー、このことにつき直ちに登場せよとの正幸様のお達しにございます。はい、わかった、直ちに参る。よし、皆集まったようだな。皆も気を及んでいると思うが、徳川殿が上杉討伐の兵を挙げるということだ。当家にも参陣せよとの要請が来ている。していかがなされますので。うむ、ここは従うより他はあるまい。まずは唐沢山城に向かい、そこで信行の軍勢とも合流して徳川殿の本隊の到着を待つこととする。皆の者、準備をせよ。はっ、なんということでしょう。さあ、関ヶ原が始まってしまったのですかな。よし、到着じゃ。信行の軍勢も先に来ているようじゃな。父上、お待ちしております。兄上、信行、我らの準備は万全じゃな。さて、討伐軍の本隊はいつ到着するか。殿、石田三成殿から書状が届いております。なんと、石田殿か、いよいよか。それは石田三成の檄文であった。そこには豊臣秀吉の逝去以来、徳川家康が行ってきた越権行為の数々が列挙され、自ら家康を討つべく挙兵することが記され、豊臣恩子の諸将諸大名に共に立つよう呼びかけていた。ふむ、ついに来たか。これは容易ならざる話だ。信行、幸村、はは、我ら三人のみにて話をしたい。あそこに見える家の離れを借りるとしよう。ついてまいれ。あそこ、承知しました。さて、我らの取るべき道は2つ。石田殿に呼応し、これを退去して所領に戻るか、あるいはこのまま徳川方につくか。いずれにしてもこの戦いは勝った側が天下の実権を握ることとなるのは明らかじゃ。信行はこのことどう思うぞ。徳川殿に従ってここまで来た以上、今さら心変わりするのは不義と申すべきにございましょう。ふむ、しかしの、徳川が勝てば豊臣家は潰されることになろうぞ。まさかそのようなこと。冗談で申しようのではない。そもそもこの戦は豊臣家を潰すために家康が仕掛けたようなもんじゃ何だしぞ。しかし、立ち上がったのは石田殿が先では。はためにはそのように見えようが、すべて家康が仕向けたことよ。このわしの目はごまかせんぞ。恐れ入りましてございます。石田殿の勝ちならば、無論豊臣家は大事に保たれよう。しかし、石田殿ではたとえ勝っても諸大名をまとめることはできますまい。徳川殿なら必ず天下を平穏にいたしましょう。天下のためを考えるならば、やはり徳川方につくべきと思いまする。ふ、天下のためにはなっても真田家のためにはなるまいの。幸村はこのことどう思うぞ。さて、どうするか。選択肢、いやー、まあ関ヶ原の結果知ってるからな。まあ家康につくのが楽っちゃ楽だけど、ここはあえて茨の道を行こう。三成に加勢を進める。それがしは石田殿に加勢するがよろいかと存じまする。わしと同じじゃな。ああ、そうなんですか。よし、当家は石田殿に加勢する。おお、承知しました。それがしはやはり徳川殿に加勢しようと存じまする。兄上、信行の心どうあっても動かしがたいようじゃな。ならば
それもよい。父上、親子が敵味方に分かれて戦うも戦国の習い、勝った方が亀を頼もってばよいことよ。行くがよい信行よ。はっ、では父上もお気をつけて。兄上。雪村よ、父上を頼むぞ。はい、兄上もお元気で。では、ごめん、いやー悲しい。皆の者よいか、我らは志田堂に加勢する。急ぎここを引き払うぞ。はは。しかしながら信行は引き続き徳川方と行動を共にする。そのような。何、戦国の世になればこのようなこともあろう。よし、上田城に戻るぞ。はと思うたが、その前に父と沼田城に寄っていこうかの。孫の顔でも拝んでおくか。さあさあ、どうなるでしょう。よし、着いたか。門を開けさせよ。大殿のご到着でござる。門を開かれよ。さあさあ、沈黙、沈黙の返事、一体どうしたことだ。門を開かれよ、大殿のご到着にござるぞ。さあ来ました、こまっちゃん。そこにおわしますは、上田の父君にございますか。おわしじゃとも。我が夫の信行殿はおりますか。いや、ここにはおらぬ。この城の主である真田信行に断りなく、門を開けることはできませぬ。な、何を言う。先ほど我が夫より書状が参りました。親子で敵味方に分かれることになったとか。よくご存知で。敵の者を城内に入れることはなりませぬ。お引き取りくだされ。まあそう申すな。わしは孫の顔を見たかっただけじゃ。わしだけでも入れてはくれんかな。なりませぬ。手厳しいの。父上、ここは下がりましょう。あい、わかった。では小松殿、孫たちによろしい。ちょっと悲しい。はい、お言葉形けのございます。では上田に戻ろうとするかの。小松殿のお言葉、いちいち吟味はかなえど、父上に対してあまりに失礼ではございませんか。まあそう申すな。あのくらい気丈な方が信行には似合いかもしれぬ。はあ、まあそうかもしれませんね。あ、よし、上田城に戻ったら忙しくなるぞ。覚悟しておけ。ああ、そうなんですか。はい、承知。いやさすが本田忠勝の娘。あ、で、はい、石田三成殿の挙兵を知った徳川家康殿は、上田討伐の軍勢を反転し、征城を開始しましたぞ。家康殿は東海の諸大名を引き、東海道を進んでおります。一方、家康殿の嫡男秀忠殿は中山道を進んでおります。いよいよ動いたか。中山道ということは、この上田城を通ることになるな。我らは秀忠の軍勢を相手にするということか。殿より至急登場せよとのことにございます。あ、はい、はい、わかった。で、ターチに参る。イベントが多い。会話が多いですね。みんな集まったようだな。すでに聞き及んでいようが、家康は上杉討伐の軍勢を反転させ、東海道を進んでいる。また秀忠の軍勢が中山道を進んでいる。中山道を進めば、この城を通ることは避けられる。秀忠の軍勢は今どのあたりか。は、箕輪城に入ったとの知らせがありました。はいはいはい。ふむ、もはや目の前じゃな。いかがなさるおつもりにございますか。まあ慌てるな。相手の出方を見てからでも遅くはあるまい。殿、秀忠殿より書状が参りましてございます。うん、見せよ。なるほど。父上、秀忠はなんと。うむ、おとなしく上田城を明け渡せとのことじゃ。降伏勧告ということにございますか。よし、返書をしたためよ。内容はこうじゃ。我らが築いたこの城、徳川の小僧子に簡単にくれてやるわけにはいかぬ。欲しければ実力で奪ってみせよと。ああ、秀忠は頭から息を立てて怒りましょうな。それが狙いよ。もう奴らをこの上田に釘付けにしてくれよ。ではこれで終わりとする。下がってよし。正幸の狙い通り、返書を読んだ秀忠は激怒した。そして周囲がなだめるのも聞かず、自ら率いる軍勢に上田城攻撃を命じた。まだ雪村様、
徳川秀忠の軍勢がこの城の間近に迫りましたぞ。うむ、来たか。殿より至急登場せよとのことにございます。はい、わかった。直ちに参ろう。よし、みんな集まったか。さて、どうやって徳川の軍勢を遊んでくれようかの。申し上げます、徳川の兵が他の稲を刈り取っております。ほう、そんな手を使ってきよったか。悠長なことを言ってる場合ではありませんぞ。貴重な食料がなくなってしまいまする。敵は我らをおびき寄せにかかったか。ならばそれを逆手に取ってくれよう。重政、鉄砲隊を率いて城を出よ。あの兵どもに打ちかけるのじゃ。はあ、すぐに徳川の軍勢が動くであろうから、そうしたらさっさと城内に引き返すのじゃ。よいな、心得ました。あとは雪村とこのわしが引き受ける。行け。ほれ、ザクザクと。ほら、オラの田んぼを荒らすな。おお、敵が出てきたぞ。はい、刈り倒してるものを狙うのだ。撃てー。パンパン、ギャー。今だ、攻撃開始。ああ、秀忠だ。ひー、これはかなわん。引け引けー。よし、奴らを追え。そのまま城内につけ入るぞ。よっしゃ、俺が一番乗りになってやる。よーし、俺が一番乗りだ。うむ、大手門が開いたか。よしよし、撃て撃て撃てー。パンパンパン。さあ、来ました。いかん、先走りしすぎてか。後続がなくてはひとたまりもない。今だ、敵を踏み散らせ。わ、こんな絵があるだ。あ、しかも真田の六文銭だ。はい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 、真田の特有のこの画像があるんですね。なるほど。これはかなわん。引くぞ。逃がすな。おえぇ、助けてくれ。詐欺走った者どもが総崩れですぞ。バカ者、敵は貨幣ではないか。踏みとどまって戦え。物もとどまれ。引く者は切ってするぞ。よし、もういいだろう。引くぞ。すごいね、策が見事に当たりましたな。この足を相手に小細工などしても痛い目に遭うだけじゃ。真田幸村様、一大事にございます。徳川家の徳川秀忠軍団がこの上田城を取り囲んでおりますぞ。何、まことか。こうしておれぬ、急がねば。皆に告ぐ、徳川家の徳川秀忠軍団がこの上田城を取り囲んでおる。さあ、合戦来ました。雪村、頼康、重政、信忠、以上の者に一体を預ける。さあ、ということで、さあ合戦でございます。行きましょう。はい、行きます。徳川秀忠軍団を追い返すのじゃ。上田城は渡すわけにはいかぬ。さあ、行きましょう。行くぞ。さあ、防衛戦です。はい、軍技。では各備え担当遺跡、大きな戦果を期待しておる。はーい。うわ、向こう2万8000もいるぜ。まあ、とりあえずここまでいいんじゃない。じゃあ戦闘どこ行きましょう。はい、さあ戦闘開始。さあ剣手剣手で、これでなんかどうすりゃいいんや。あ、6番線がある。で、風林火山もある。あー、そうやな。まあ冷やでいいんじゃない。で、これどうやって守るの。あとはじゃあ秀忠、はい、じゃあ冷やを、あ、はい、ラストやりましょう。ほらで、奮闘で、はいはいはいで、はいはいはい。いや、でも硬い城だな、こう。さあ、いやー、でも結構きついぞ。ちょい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 、硬い。やばいやばいやばい、もう半分削れとる。ちなみに移動、あ、これ以上移動はできんもん。とりあえず六門線、未配置の兵士物資があれば兵を補充し、同時に城門を修理する。じゃあ行きましょう。はい、じゃあこれやります。はい、10人の兵を補充できます。まあいいでしょう。はい、ここですね。はい、さあ六門線、命に代えてもこの城を守り抜かん。さあ、で、城門がどんぐらい治る。結構治るね。すげえ。さあ、行こう行こう行こう。とりあえず守って守って、あ、いいですね、いいですね。い
やっぱ一人前で言うと結構違うね。で、はいはいはい。え、これどんぐらい耐えればいいんだろう。で、前には出れんか。死守？ああ、なるほどなるほど。でもなー、いや、ちょっと私があんまりこれあれだね。この特技ゲージ使うといかんな。いや、難しいな。まあ、死守かな。はい。まあ、耐えればいいもんね。はい。さあ、頑張れ、頑張れ。さあ、どうする、どうする。だ、大手もやばい。やばくない？で、あ、不倫方。あ、あなたも使えるんですか。あ、私も使えるもん。じゃあ、6問戦。で、ここで回復。はい。こう。で、こう。さあ、6問戦。で、ここで回復。うわ、素晴らしいですね。この6問戦強いぞ。で、来ました。はい。まだ落ちんのか。若殿、もはやこの城の攻略に時間をかけていては、来るべき決戦に間に合わなくなりまする。あのような屈辱を受けた上に、さらに城も落とせるのでは、周囲に合わせる顔がない。いや、お父さんめっちゃ激怒するんだよね。それならば決戦の地で武功をあげれば良い話にございます。ここはお引きくだされ。かくなるややむなし。城の確認を解け。急ぎ美濃に向かうぞ。はっ、お味方大勝利にございますな。これで奴らは決戦には間に合うまい。徳川方の兵力をこれだけ削り取った以上、石田殿の勝ちは決まったと言いましょう。おお、そのことよ。申し上げます。秀忠の軍勢は大門峠を越えて木曽路に向かうようにございます。大門峠だと大門大和峠かな。和田峠ではないのか。和田峠は武田信玄の在政中に信濃への行軍路として使用され、大軍が通るのにも適していた。一方、秀忠の軍勢が選んだ大和峠は分からん。狭く険しい崖道であり、大軍が通るにふさわしい道ではなかった。あの軍勢で大和峠では、難渋するばかり。これで決戦に間に合わないことは確実にございますな。その通りじゃが、これはもっと面白いことができそうじゃない。またなんかやっちゃう。ほう、父上は何を考えておられますか。我らが秀忠に代わって和田峠を越えるとしたらどうじゃ。それはまさか。我らが一軍を引いて秀忠より先に決戦の地についてしまうのよ。なんと途方もないお考えにございますな。かの地では家康は当然最後尾に陣を引いておろう。そこを吸収する。同時に徳川方の誰それが寝返った家康が討ち死にしたなどのルゴンを流せば大混乱間違いなしじゃ。真田にふさわしい戦法、実に魅力的なれど危険も非常に多ございますな。その通りじゃ。奇襲を行う以上、あまり多くの兵は連れてはいけない。対するに徳川本陣になれば兵も多かろう。それでもやる価値があるか。どうしようか。うわーまた選択肢やー。これどうなんだろうなー。いやー、でも、いやー、なかなか卑怯ですね、やっぱり。これ奇襲した方がいいのかなー。いや、まあこれやめよう。やめましょう。父上のお考え面白いございますが、ここは控えるべきかと。さようか。まあそれもそうじゃな。考えるだけにとどめておこう。容易にございます。このままにいても石田殿が勝ちましょう。はい、上田城を守り抜きました。やったー、ナイス。さあ、ということで一番勲功稼いだのは私。ありがとうございます。さすが雪村の働き、誠にあっぱれだった。これからも励むがよい。よい。さあ、先行大には信忠じゃ。これに満足せず、さらに精進せよ。は、精進いたします。で、頼康の用がまたね、うん。さあ、皆の者の大義であった。さあ、これで、さあ、来ました。さあ、田幸村さん、ついに石田三成と徳川家康が関ヶ原で対戦を行いました。ほう、それで結果は、石田三成殿はあえなく敗れ、徳川家康が大勝利を収めました。マジかー。奇襲しといた方が良かったかもしれないね。なんと、
我らの黒が水の泡ではないか。徳川家康殿は三成に味方した大名に処罰を下しております。関ヶ原の戦いに勝った徳川家康は西軍の諸大名を取り潰し、その領土を自らと東軍諸将に分け与えた。秀忠の軍勢を釘付けにし、決戦に遅参させた真田昌幸に対しては家康の怒りは激しかった。しかし徳川に味方した真田信之とその妻小松殿の父である本多忠勝の必死の懇願により昌幸は死罪を免れた。結局真田家は信之が当主となり、昌幸と幸村は紀州に流罪となった。殿より至急登場せよとのことにございます。はい、分かった、立ち参ろう。わー、皆集まったようだな。さて、すでに日を読んでおろうが、わしと幸村は紀州に流されることとなった。おいたわしゅうございます。まあ本来であればわしの手で家康をこそ島流しにでもしてくれるつもりじゃったが、このように相なった。かくなる上は新しき真田を通したる信之を皆で盛り立ててやってくれ。うわ、無念だろうねこれね。ではさらばじゃ。石田三成は処断されました。上杉家は米沢へ威風となりました。毛利家は山口へ威風となりました。浮田家は滅亡しました。小錦も滅亡しました。大谷家も滅亡しました。やめてかな、やばい、悲しい、泣けてくる。で、立花家も滅亡、もうやめてください。暗黒寺家も滅亡しました。もうやめて、長宗我部も滅亡。さて紀州に参ろうかの、おお父様。なんといたわしゅう。なんで私がなんか派手になってた、おかしいだろう。ごめんなさい、泣けなしの金でこの鎧を買いました。で、紀州の町に来ましたね。今日からここで暮らすことになるのか。雪村様にございますな。この町に住むにあたりいくつかご注意あげたく申します。まず雪村様は流人の身であることを夢お忘れなく、この町より外に出られてはなりませぬ。町内を歩くのは構いませぬが、酒場と座は人の出入りがあるゆえ近づくことはご遠慮願います。じゃあ何せえっちゅうね。また鍛冶屋でくれぐれも町の外に出る仕事をお引き受けになりませんよ。くどいようなにございますが、いかなる事情がありましょうともこの町より外に出てはなりませぬ。以上のことを守りいただけるならば我々もうるさいことは申しませぬ。はい、わかった、きっとそのようにしよう。いやー、悲しいですね。さあ、ということで関ヶ原の戦い敗れてしまって、私とそしてお父様流罪でございます。今紀州にいますということで、さあ今回はここでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さよならー。